大学女子走り高跳びで注目選手といえば、日本体育大学、伊藤楓選手です。昨年は大学1年生ながらも、学生日本一の実力を持ち、挑んだインカレでは、惜しくも表彰台を逃しました。それでも、日本選手権は準優勝、南部記念では1メートル80を飛び準優勝、町大学、高橋渚選手に次ぐ、トップジャンパーです。今年は大学2年生、4月の学生個人選手権では見事優勝、続いてダブルタイトルも狙えるインカレでしたが、1メートル70をクリアできませんでした。しかし、まだまだ大学生活も半分以上を残し、最も注目選手です。応援しております。岩手県高校記録、岩手県記録保持者であり、先日その記録を更新したばかり、自己ベストを1メートル77にまで伸ばした、八重樫純佳選手、高橋なぎさ選手が、現実的に人気の高さも重要、と述べられおられましたが、八重樫選手はいつも積極的に SNS で陸上競技の発展を発信しておられ、またご本人様にもファンが多いです。ファンの応援を受ける中、1メートル70、1メートル73とどちらも3回目のクリア。ですが、結果的には、試技数、つまり失敗試技の数で、同記録ながらも表彰台を逃し、7位入賞となりました。とはいえ、前回大会は8位でしたので、一つ基準を上げたことは大きな成長です。今後も、多くのファンの皆様と共に、私も応援しております。
昨年のインカレ銀メダリスト和田まいる選手、彼女の先日目標としていた大阪体育大学の女子走り高跳びの大学記録を更新しました。自己ベストは1m78へと伸びております。学生ランキング3位ですが、1位との差は2センチ。昨年は展開的には非常に惜しくも優勝を逃しましたので、今回も優勝を狙った大会でしょう。今回は1m76を3回目で失敗ですが、この高さの3回目に挑むのは6名もの選手がおり、他の選手の記録に注目でした。結果は銅メダルが4名という結果になり、和田まいる選手も見事銅メダル表彰台でした。2年連続表彰台おめでとうございます。1m65 をパスし、初めの試技が 1m70 でした。非常に優雅に飛びました。昨年のインカレは自己ベストを記録する見事な逆転優勝。今回ももちろん優勝候補、連覇達成なるでしょうか。昨年は 1m76 を3回目でクリアしましたが、本大会ではその高さを超えることができませんでした。それでも見事3位表彰台となりました。今後のご活躍も応援しております。多くの選手が超えられなかった 1m76 を1回目でクリアしたのが細田弥弥選手。この跳躍で結果見事優勝となりました。細田選手も山梨県記録を持つ選手で、高校時代にはジュニアオリンピック銀メダル、大学でも学生個人選手権で銀メダル、日本選手権でも入賞される実力者ですが、インターハイやインカレなど全国優勝の経験はありませんでした。ですが前回に細田選手をご紹介した時にも、女子走り高跳びの選手の中で一番着実にアベレージを伸ばしているのが細田選手だと紹介しました。そして激戦の関東インカレでは上位ランカーを抑えて優勝。いよいよ期待のかかる今年のインカレでした。見事ご優勝、金メダルおめでとうございます。